こんにちは、そこを健康ナプキンです。今日はですね、生理痛の予防体操を紹介したいと思います。まずはこのように仰向けになって寝てください。次に両膝をゆっくり立てて、ゆっくり左右に、足だけを倒します。この体操は腰椎4番の動きを活発にさせて、骨盤の動きをスムーズにさせます。だいたい 1回で1往復を3セット、それを朝2回、晩寝る前に2回の習慣にしてみてください。以上です。川越と藤川先生がお送りしました。では。